何なんだお前ら。何だとは失礼だ。我々は真の地球人だ。貴様らは我々を地底人と呼ぶ。地上人もなかなか多いらしい。このままでは我々の邪魔になる。絶滅してもらうことにした。ティリア！ティリア！セイ！クッ！チャッ！もらった！ヒーローをやってるもんだ。俺は負けない。師匠は俺が守る。ふざけ弱小種族が。世話になっているじゃないか。それこそ生存競争だ。Let's go!
地上は我が頂いた。地上人には死んでもらう。我は地底王、地上人でも覚悟しろ。ヤバーガ。さあ、やろうか。 え？ 俺は強くなりすぎた。 皆さんが今見ている光景がヒーローと怪人との戦いです。この世界にはしばしば怪人が出没します。怪人たちは人間社会の平和を脅かし災害とみなされます。それらは危険度に応じていくつかのレベルに分類されます。トラ、不特定多数の生命の危機、鬼、 町全体の機能が停止、もしくは壊滅の危機。龍、いくつもの町が壊滅する危機。神、人類滅亡の危機。このマントを羽織ったスキンヘッドの男性は、3年ほど前まで就職活動に行き詰まっているどこにでもいるありふれた青年でした。その時、怪人の襲撃に出くわし、身を挺して男の子を助けたことで、幼い頃に憧れていたヒーローになる夢を思い出し、 趣味でヒーローを始め、ヒーロー協会に所属するプロヒーローになりました。ヒーロー協会は戦闘能力の優れた者を募集し、怪人や災害発生時のヒーローたちの活動を支援する組織です。所属する何百名ものヒーローたちはヒーロー協会の指示のもと、今も各災害現場を奔走し、市民を守るために戦っています。これは、 ヒーローたちの物語です。そして彼の物語でもあります。
待ってください。現場で怪人を発見しました。相手はたった一人、俺たちが今日行くぞ。スマイルマン、ついてこれるか？ほら！無意な抵抗だが、怯えろ、逃げろ。イナズマケリー！イナズマ飛び打ちの待ってやれ！何者だ、お前は。趣味でヒーローをやっているものだ。何だその適当な設定は。私は人間どもが環境汚染を繰り返すことによって生まれた。地球は一個の生命体である。貴様ら人間は地球の命を蝕み、人間どもとそれが生み出した害悪文明を抹消するため、私は またワンパンだ。
で終わっちまった。暇すぎて足がだるくなってしまったぜ。ちょっと体を動かしに行くか。
行きましょう。勝負しろ。よっしゃ。ほら。あ。あまりどこないが。ついてこれるか。死ね。何者だお前。ついてこれるか？よっ！強いられると思うな！ついてこれるか？ついてこれるか？死ね！ふっ！疑わしい病原菌め！ほら！死の恐ろしさを思いつけ！行って！逃がさん！よく！私は地球の人なのだ。
まだまだ。様のお手を煩わせずとも私で十分です。Yeah.